いいつもごご視聴ありがとうございます。山本周五郎の「風流太平記」湯之助が浜屋敷での怪しい動きを監視していました「秘宝1」深川浜栗町の井伊家の下屋敷では情勢がやや動き出していた。 そこには九之助が来ていた。九之助はいかにも万三郎によく似ている。年は二つ上の二十七歳になるが、体つきも顔立ちもことに眉から額のあたりが実によく似ていた。彼は今疲れ切ったように見える。彼はこの大きな事件の摘発者であった。彼はほとんど偶然に助けられて、 いくつかの断片から、この重大な陰謀の存在を発見した。そして、そのために、まず自分の妻と、妻の父親等を犠牲に取られたのである。また、兄を家中に巻き込み、弟をも巻き込んでしまった。しかし、彼は決して後悔してはいなかった。家中に死んだ妻や義父にはすまない。 二人を犠牲にしたことは取り返しがつかないけれども、それがあったためにこの陰謀が実在するという証明がついた。まさしくそれは彼にとって骨に徹する証明であった。こちらが探索を始めたと気づいて、敵は兄を捕らえようとし、現に兄の家族は捕らえられている。また自分と自分の家族を暗殺しようとした。 それは陰謀の発覚を恐れたからだ。けれども今、九之助が疲れ切って見えるのは、これらの犠牲のためではなかった。彼は一つの事実を突き止めた。このところずっと彼は大久保加賀の神の屋敷に隠れている。そこは奇襲家の浜屋敷に接していた。九之助は連日連夜、 そこから浜屋敷の海手の動静を監視していた。大久保家は、井伊家がそうであるように、徳川市普代の名門であり、この探索には、極秘で、できるだけの秘語を与えてくれた。現在、加賀の神忠明の側近の一人、牧田和馬が連絡者として、浜栗町の本拠に常駐しているくらいである。 それは確かなんだな。鉄之助は難しい顔を一層難しくし、怒ったような目で弟を見た。そこには二人しかいなかった。九之助が二人だけで話したいと言ったのである。そうして彼の話は重大な意味を持っていた。二百国積みばかりでしょうか。かなり大きな船が二層、 これはずっと沖にいるんです。と、久之助は言った。そして夜になると、五艘ばかりの似たり船で、水門から何か丁内へ運び込むのです。夜の十時過ぎから夜明け前三時頃まで、休みなしに運び込んでいました。沖の本線から積み下ろすことがわかるのか、往復するロートでほぼ見当がつきますし、 他に大きな船が止まっていないのですから、間違いはないと思います。鉄之助はもっと渋い顔をした。ベニスズメもイスパニア分も浜屋敷で発見された。河野の湯は無論浜屋敷の中にあって焼かれた。彼らがスザクという不調で呼ぶこの陰謀に浜屋敷が何かの関わりを持つことは確かである。そうであってはならない。 奇襲家は徳川一門であり御三家の一つであった。この陰謀が奇襲家のものだとすれば、まさしく天下の一大事である。どうかそんなことがないように、彼らはそう念じてきた。現在でもそう念じている。しかし、事実の示すところは、彼らの恐れている方へと次第に近づいていくようであった。 ご視聴ありがとうございます。明日もお楽しみに。